頓宮ゆうま、26歳、3割7厘、16本、49打点、OPS862、こいつに対する最終的な感想。日本シリーズは3本打ったからな。本物やろ16本のパワーちゃうやろ、最後のホームラン。最後のほんまビビった、飛ばない球と言われてる今シーズンでは一番飛距離出てるんちゃうか？山本由伸のお隣さんってエモすぎるやん。こんな打てるようになるとは思わなかったな。元星遅咲きってことで和田さんっぽい。これで大学代表4番は安定説が確固たるものになったな。大学日本代表4番兼東都出身者だな。地方リーグの小山の大将にプロは無理だよ。吉田頓宮牧と東都はやっぱり最高や。ようやっとる。吉田正尚が抜けても打者が生えてくるのはすごいわ。頓宮ここまで成長するとはなぁ。三振多いけどパワーはあるみたいな特徴の打者だったのに。